つまりは腰痛の患者さんを8人集めることができれば20万っていう売り上げを作ることができる可能性が高くなるわけですね。株式会社シェルパの井上です。今日はですね、 LTV っていうマーケティング用語について解説していきたいと思います。 LTV、ですね、こちらはですね、ライフタイムバリューの頭文字を取ったものが LTV と言われます。まあ、日本語にすると何になるかっていうとですね、生涯顧客価値っていうふうによく言われます。まあ、結局どういうことかっていうとですね、一人の患者さんが我々の鍼灸院に来て使われたお金の総額ですね、総額、このことを LTV と言います。で、この LTV はですね、どうやって求めるかっていうと、この単価かける頻度、まあ、回数ですね、頻度かける期間、この期間によって数値の出し方っていうのがちょっと変わってくるんですけど、まあ、一つの例を出しますと、まあ、腰痛の患者さんが来ましたと、鍼灸院ですね。で、その患者さんを治すためにかかった回数約5回です。腰痛5回で治しました。で、その腰痛を治すためにかかった期間っていうのが約1ヶ月です。で、先生の単価の、先生の院の単価は5000円でしたってなると、5000×5回×1ヶ月っていうのが成り立ちます。結果としてそれは2万5000ですよね。だから、その患者さんを、腰痛の患者さんを治すためにかかった LTV、まあ、腰痛の患者さん1人に対する1ヶ月の LTV っていうのは2万5000っていうことになるわけですね。はい、で、この LTV はですね、どういう時に使うのかっていうとですね、広告費をいくらぐらいかけるかとか、売上を立てるためにどれぐらい集客しなければいけないのかっていうのを考える時の計画のためによく使われることが多いです。例えばですね、来月20万円の売上を立てようと考えるわけじゃないですか。まあ、考えたとしましょう。来月20万円の売上を新規から作りたいと考えたとしましょう。ってなった時に、まあ、例えばですね、腰痛の患者さんを1人集めることができれば2万5000円っていう収益になるわけですよ。この LTV から考えるんですね。つまりは腰痛の患者さんを8人集めることができれば20万っていう売り上げを作ることができる可能性が高くなるわけですね。はい、もちろんこれはですね、リピート率とかその腰痛の内容にもよりますよね。急性腰痛の方とか、10年来の慢性腰痛だとまたやっぱ回数も変わってきますし、施術内容も変わってはくるので、一概には言えないんですけども、ただ、一つの基準があることで、その広告費をいくらかけないといけないのか。8人の患者さんを集めるためには広告費をこれぐらいかけようとかですね。まあ、ちょっとリピートしない場合も想定して10人を集めようとか、そういったふうな目標値を決めるときにこの LTV という数値は非常に役に立つことが多いので、まずはですね、自分の院の患者さんの LTV、 これを一回算出してみるとすごく売上の計画性とかそういった部分を立てやすくなりますので、ぜひですね、一度算出してみてください。まあ、いろんなところで使います。広告費だけではなくて、いろんなところで出てくるんですけど、まあ、それはまたこの後の、この後の動画でもいろいろ出てきますので、ぜひ参考にしてみてください。はい。はい、今日はですね、こちらの LTV について解説していきました。これからもですね、こういったマーケティング用語であったり、まあ、鍼灸院治療に関わる、まあ、ちょっと技術や知識ですね、あとはリピートのことに関しての動画を配信していきますので、よろしければ、下の高評価ボタンですね、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。